私先ほど申し上げました通り、マーケットコミュニケーション部といったところで、まさに名前の通りなんですけれども、マーケットとコミュニケーションを取っていきますよといったところで、基本的にはウェブ媒体でのコミュニケーションだったりとか、あとは、宣伝っていう部分ですね、リアルでの、イベントだとか、あと OH だとか、テレビ CM なんかも含めてなんですけれども、そういったところを、中心に、プロモーション活動といったところを、行っております。でその中で、私、日本マーケット、日本地区におけるところなんですけども、日本マーケットの、国内線と国際線、両方担当しておりまして、その中で本日は、今回、課題という形でお出しさせていただきましたのが、ANA でハワイに行きたくなる企画といったところになっておりますので、そちらを、少しお話をさせていただきたいなというふうに思っております。でこちらですね、宣伝会議様の、ホームページに掲載させていただいているものをそのまま写しているんですけれども、概要としましては、皆さん読んでいただいていると思うんですけれども、2019年の春ですね、具体的に何月とかっていうのはまだちょっと決まっていないので、ここではお話はできないんですけれども、19年の春、再来年というところで、日本の航空会社では、初となるんですけれども、 A380 という、飛行機を、ハワイ線に導入いたします。でこの A380 というのが、昔飛んでいた747って言って、ちょっと前方の方だけが2階建てになっていた飛行機があると思うんですけれども、ちょっとイメージはあれが全体的に後ろの方までもう2階建てになっているような形で、今、日本の航空会社の中で飛んでいるものにはまだ導入されていなくて、それが今度の春に、ANA の方で導入をして、ハワイ線で、初の就航というところを、考えております。で、座席数なんかもですね、おそらく倍近く、なるんではないのかなというふうに思っておりまして、ますますですね、お客様、ハワイに行きやすく、なるのではないのかなというふうに、考えております。そういった意味で、ハワイ線の利便性というところは、非常に、ANA の中では向上してくるんではないのかなというふうに、考えてはいるんですけれども、現状ですね、おそらくほとんどの方がそうだと思うんですけれども、やっぱり、ハワイの便数だとか、ネットワークですね、そういった部分におきまして、例えば9月15日に JAL さんがこの線に就航しましたよとか、そういったところもあると思うんですけれども、他社様と比較をしましてですね、ANA って非常にちょっと劣位に、あるのかなというふうに、感じております。なので、この今度の2019年の A380 の導入っていうところをきっかけとしながら、ハワイ線っていうところを、ハワイイコール ANA だよねっていったところを、お客様に感じていただいて、利用促進っていったところも図っていきたいなというふうに考えております。で、特にですね、ターゲットっていったところも、今回記載をさせていただいているんですけれども、ハワイ旅行って、非常に幅広い世代に人気があるのかなと思っておりまして、新婚旅行で行く方もいらっしゃれば、シニア旅といったところで行かれる方、家族旅行とかですね、グループでの女子旅とかって、いろんなシチュエーションがあるのかなというふうに思っているんですけれども、今回は初めてのハワイといったところをちょっとテーマにしたいなというふうに思っておりまして、まだ行ったことがない方っていうのも、非常にたくさんいらっしゃるんではないのかなというふうに思っておりまして、私自身もですね、就職するまで行ったこともなくって、この業界に入って初めて、行ったっていったところも、あるんですけれども、それもですね、私出張で行くっていうところでプライベートで行ったことはまだなくて、出張だと何回かあるんですけれども、そういった意味でいくと、やっぱりなかなか行けてない、行きたいと思ってるけど行けてないだとか、あまり海外ってやっぱりハードル高いよねとか、思われている方も、中にはいらっしゃるんではないのかなといったところもあるんですが、今回そういったところで、初めてのハワイ旅行というところをテーマにしながら、若年層の方々だとか、ファミリー層というところが、ANA を利用したくなるような企画といったところを、実施したいなというふうに考えております。まずですね、こちらのホームページになります、掲載されているものなので、皆様もご覧をいただけると思うんですけれども、まず一つですね、ANA のホームページの中に、ハローマイハワイ
というページを、作成をしております。で、基本的にこの中で今現在、まあ、ANA がお客様にお伝えできる情報といったところは、まあ、全て記載をしているんですけれども、ただですね、先ほどから A380 というふうに申し上げてはいるんですが、実はまだ A380 に関する情報っていうのは2019年に飛びますというところと、19年春に飛ぶ予定ですというところと、機体のデザインしかですね、まだ皆様に、リリースできているものというのはございません。で、まあ、ただですね、今ANA の中の最新機影と呼ばれる、ボーイングの 787-9 というものが、まあ、9月に、まあ、就航を全便、787-9 というところの最新型に変わりましたので、まあ、そのタイミングでですね、まあ、このページもちょっとリニューアルをしてお客様に、まあ、告知をしているような形となっています。2019年の A380 の導入に向けて、もちろんプロモーションというところは必要なんですけれども、とはいってもやっぱり現状足元といったところもやっぱりありますし、まあ、787-9 というのも最新型機で全て飛んでいるといったところもありますので、まあ、そういったところを、まあ、うまく、まあ、お客様にお伝えをしながら、2019年に、まあ、つなげていきたいなといったところで、日々の今現状の足元のプロモーションといったところは、まあ、実施をしております。まあ、なので、まあ、ページの中にはシートの、まあ、ビジネスクラスとプレミアムエコノミーとエコノミークラスと、まあ、3つのですね、座席があるんですけれども、まあ、それぞれをちょっとまあ動画で見ていただいたりだとか、あとは機内のサービスですね、シートエンタメ、機内食、あと機内で実施している、まあ、ちょっと イベントと言ってしまったあれなんですけども、まあ、機内での思い出作りに、プレートを作ってもらうだとかというところを、まあ、ページに載せていて、でそれぞれですね、シートの最新情報のエンタメの情報だとか、そういったところもページの中に、特徴として記載をしております。なので現状の、まあ、プロダクトといったところでいくと、もうこちらのページを、まあ、見ていただくのが、まあ、一番分かりやすいのかなといったところになっております。で、まあ、この中にいろいろちょっと書いているので、詳しくはちょっと後ほど見ていただければなと思うんですが、まあ、A380 に関して言うとですね、本当にもう最後にこの、まあ、フライングホヌっていう、まあ、名前は決まっているんですけれども、もうこれしか今情報がなくて、2019年の春を楽しみにというところなんですが、まあ、ここについては商品発表、具体的なこういった、例えばシートになるだとか、こういったサービスを展開しますといったところは、まあ、今後ですね、決まり次第リリースをしていくといったところになりますが、まあ、ちょっと今回 の企画の中では、おそらくこの A380 を使ってどうのこうのというよりは、まあ、その先、この A380 を、まあ、導入されるに向けて、まあ、認知をどれだけ、まあ、拡大できていけるか、あ、ANA もこんなに飛行機飛んでるんだだとか、最新型機なんだとか、まあ、そういったところが、まあ、伝わるような、企画が実施できればなというふうに思っております。で、まあ、今ですね、ちょっとお話しさせていただいたこのページの中でのその Boeing 787-9というところなんですけれども、まあ、9月に、新しい機材が入ってきまして、全便が揃ったというところで、まあ、そのタイミングでですね、ちょっとプロモーションの山と、まあ、位置づけまして、プロモーションを実施しておりますので、ちょっとそちらの、簡単にご紹介させていただきますと、もうこれたまに単純なんですけれども、ANA でハワイ行こうキャンペーンというものを、まあ、実施をしました。で、これ何なのかと言いますと、まあ、先ほどから申し上げてます通り、9月に、新規というか、まあ、全便最新型機になったっていうところを、まあ、記念しまして、まあ、認知を図ろうといったところで、まあ、ANA でハワイ行こうキャンペーンという名のもと、抽選でハワイ線の往復航空券だとか、まあ、旅行券というものが当たるといったような、まあ、企画も実施をしております。で、まあ、これは本当に賑やかしっていうところで、まあ、実施をいたしましたので、今対象のお客様というところにも書いてある通りなんですけれども、まあ、ANA のマイレージクラブの会員の方であれば、まあ、どなたでも応募できますよといったところで、まあ、ちょっとまあ、ここまでちょっとハードルを下げとってしまったあれなんですけれども、本当に会員になっていただければ、まあ、誰でも申し込めますと、搭乗とかのそういう必要もなくって、まあ、申し込めますといったようなところで、まあ、認知にぎやかしっていったところで、まあ、拡大を図ろうというふうに実施をしております。まあ、なので基本的にはまあ、ビジネスクラスの往復航空券なんかもプレゼントで今回
出しているんですけれども、まあ、ビジネスクラスとプレミアムエコノミークラスですね、プレミアムですね、を出しているんですが、まあ、そういったところをまあ広告の中でも出しつつ、バナーなんかを踏んで入ってくる先は、この最新経営でハワイへといったところで、まあ、まずは、このページを見ていただいて、ANA のプロダクトってどういうものなんだ、ANA ってどういう飛行機が飛んでるんだっていうところをまあ知ってもらって、まあ、そこからまあキャンペーン登録してもらうようなまあ動線も作っているので、まあ、にぎやかしと、まあ、認知っていったところも測りながら、9月に、まあ、初めて実施をして、こういった企画も実施をしています。で、まあ、このキャンペーンなんですけれども、ちょっと具体的な数は申し上げられませんが、まあ、過去最大の登録数がやっぱりありましたので、まあ、そういった意味では、やっぱりハワイに興味を持っている方っていうところも非常に多いのかなというふうには思っております。で、あと、合わせまして、同じタイミングなんですけれども、これももうリリースになっているものになっているんですが、こちらの地球の歩き方様とですね、ちょっとタイアップをいたしまして、地球の歩き方様のページの中に、タイアップページというところで、作成をしております。で、ここもですね、ただタイアップページというよりは、これは地球の歩き方様のご紹介から、ハワイの、マキコニクソンさんですね、に、まあ、ちょっとご協力をいただきまして、インスタジニックなハワイ旅、といったところで、まあ、ちょっと若年層というところをちょっと意識した、サイトというものを作成をしております。で、基本的にここについては、まあ、ANA の中でプロモーションというよりは、まあ、地球の歩き方様が持っている媒体の中で、展開をしていただきまして、まあ、その中で、まあ、ANA でハワイ行こうといったところでの、プロモーションといったところも実施をしております。で、合わせてですね、まあ、このタイミングの時に、まあ、キコニクソンさんから、実際に、まあ、ANA の機内に乗っていただいて、で乗っていただいたところを、まあ、ちょっとインスタグラムで投稿していただくといったところも、まあ、合わせて企画として実施をしておりまして、まあ、基本的にはハワイのインスタジニックなポイント、場所っていうところを、スポットっていったところを、まあ、マキさん中心に回っていただいたんですけれども、まあ、ただこういった観光情報を紹介するだけっていうのは、まあ、いろんなサイトでもやっていることだなと思っていますので、まあ、少しですね、ちょっと ANA の要素なんかもですね含めて、まあ記載をしていて、まあ、ここで言いますと、プレミアムエコノミーで、まあ、いつもよりハッピーなハワイ旅をといったところだとか、その下のところに行くと、まあ、エコノミークラスなんかも紹介を出しているんですけれども、まあ、実際にですね、マキさんにご登場いただきまして、こういったインスタのですね、まあ、写真なんかも上げていただくといったところも、まあ、実施をしています。まあ、こういったことをすることで、まあ、ANA に興味はなくても、ハワイに興味を持っている人といったところでいきますと、まあ、特に女性とか、マキさんのフォロワーになられている方とかも、まあ、多いので、まあ、そういったところから、知っていただいて、でその後、まあ、この辺にいろいろ詳しくはこちらっていう風にリンクとかもつけているんですが、こちらすべてもう ANA の先ほどのハローマイハワイというウェブページの方に、動線としてまあつながるような形で、ウェブの中に引き込むお客様をまあ連れてくるというか来ていただくといったような、動線を作っております。で、まあ、実際にキャンペーンを実施しているときには、この中にも今キャンペーンやってるよ、で詳しくはこちらという形で引っ張って、先ほどのこのハローマイハワイというページに落として、まあ、情報を見ていただいて、最後がこの登録といったところで、まあ、登録してもらうような形となっています。で、現状ですね、まだ実施しているプロモーションっていうと、このウェブの世界でしか実はまだできていなくって、なかなか外を例えばリアルイベントなんかもそうなんですけれども、なかなかファクトがないというのがちょっと現状でございまして、今後ですね、いろんな A380 の、まあ、シートだとか、そういったものができてくれば、もう少しちょっとリアルでの展開だとか、まあ、いよいよ就航とかっていうのが近づいてくれば、そういった時には、もっともっと、OH なんかも含めて、露出は増やしていきたいなというふうには考えているんですが、まあ、現状はちょっとウェブが中心になっていると。言ったところが、今のプロモーションの内容となっています。なので、まあ、ウェブっていうふうに、まあ、お伝えしてるんですけども、まあ、自社で持っているものでウェブサイトはもちろんそうなんですけれども、あとメルマガだとか、あとは、ソーシャルの運営なんかもこのマーケットコミュニケーション部実施しておりますので、まあ、メルマガ、今申し上げた通り、Facebook、Twitter、Instagram
LINE ですね、まあ、こういったあのお客様とのコミュニケーションを取るツールっていうのは、マーケットコミュニケーション部で運営をしておりますので、もちろんその辺をちょっと活用したあの企画っていったところもあのぜひぜひあのご提案いただきたいなと思っておりますし、またあのリアルの部分でまだまだ露出が足りないっていうところも、まあ、私自身も認識しておりますので、まあ、そういったところでこういうことやってみたら、こういう広告出してみたらいいんじゃないかっていうのもそうですし、まあ、イベントっていったところでこんなイベントをやってみたらだとか、まあ、ブースとかなんかイベントなんかで出店をした時に、まあ、こういうことやったら結構お客様って喜んでくれるんじゃないの、 ANA のこと知ってくれるんじゃないのとか、まあ、そういうことがございましたらぜひぜひそういった部分を含めて、まあ、ウェブだけでなく、ご提案いただけますと、非常に、ありがたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、すいません、ちょっとあの本日お出しできるものがこのウェブの周りのものしかないので、もし質問とあれば今お答えできる範囲ではお答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ご質問いかがでしょうか。はい、お願いします。ありがとうございます。 A380 はすでにウェブで配信されていらっしゃるので、導入するっていうことは言ってもいいっていうことですね。もう親になってるっていう、はい、あ、そうです、はい、もう19年の春っていうところまではもう言っても問題ないので、まあ、もちろんあの今のウェブサイトの中でも告知はしてますし、まあ、ただあのちょっと私ども悩んでいるところが、飛びますとは言えるものの、それが一体どういうものなのかっていうのが今の段階で出すものがないところがちょっと困っているところなので、まあ、そこについてはもう少しちょっとファクトを、まあ、シートだとかサービスなんかが出てくればやりやすくはなると思うんですが、お客様の告知はもう全くもって問題はないです。はい、いうこと自体はあれですけども、それを、まあ、結構具にするのはなかなかちょっと、そうですね、本当はやりたいんですけどちょっと難しいなっていうのが今の課題として認識しています。で、それに向けての前段としてプロモーションを結構、そうですね、はい、まあ、あの本当に簡単に申し上げますと、単純に座席数がもう倍ぐらいになりますので、そのタイミングの時にあの実際にいきなりあの座席が埋まるかってやっぱりなかなか難しいかなと思っておりまして、ちょっと発売のタイミングもあの今ってあの国際線の発売って355日前に発売がされるんですけれども、まあ、この A380 のどのタイミングで発売されるかっていうのもちょっと分かっていなくて、極端な話なんですけれども、就航の1ヶ月前に発売とかってなると、そこから認知アプローチ、拡大しようとしてもなかなか難しいのかなと思っているので、まあ、徐々に徐々に認知を拡大しながら、まあ、売り上げになった時に席が増えた時にも、はい、埋まるようにとか、こちらも慌てなくて済むようにといったところは、まあ、計画を立てていきたいなというふうに思っています。ちょっと長いあのタイムになっちゃうので、これからまあ2年3年とちょっと続くようなあの企画になっているので、まあ、もちろんその長期的な話でも構いませんし、まず足元でこういうことってできるんだよねっていったところでも、まあ、構わないかなというふうに思っています。あと続けてなんですけど、はい、A380 になった時の、まあ、ベネフィットというか、あのちょっと、まあ、お聞きできる範囲結構なんですけど、はい、プロダクトとして良くなるとかサービスとしてちょっと良くなるってことがあって、少しお聞きできたりするんですか。ちょっと今よりもちょっと何か変わる、そうですね、まあ、今よりも変わるといったところでいくと、まあ、まず一番大きく変わるのは座席数が本当増えますというところなんですけれども、まあ、今もこういうちょっと課題だというお話をさせていただいているんですが、まあ、やはりハワイ線ってすごく今人気もありまして、まあ、特にあの年末年始なんかでいうと、もうほぼほぼ満席で飛んでいるような状況というところもありますので、そういった意味でいくと、ちょっとまあ座席が増えることによって取りやすくなるといったところは出てくるかなというふうに考えております。でそれ以外のちょっと細かいところはまだ具体的にこういうのが出るっていうのがまだまだちょっと検討段階すぎて、ちょっとこの場では申し訳ないんですけれども、はい、それでは、ジャパンサンチョさんからのオリエンテーションを終了いたします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。